よっしゃ食った。よっしゃー、抜けそう。やりました。え、何あれ、ほらめっちゃ追っかけてる。お、シイラ来た来た来た。よっしゃナイス。よっしゃ追ってる。おはようございます。対馬にやってまいりました。ですね、今朝まずめのいい時間帯なんで早速やっていきたいと思います。いや、今回でもタックルが新しくなってるんで楽しみですね。よっしゃ、今6時なんですけど、満潮が10時ぐらいですね。10時過ぎ満潮ぐらいで、今潮は上がってきている状態ですね。で、今から流れはどんどん引いてくるような感じにはなると思います。で、ベイトはですね、今なんか競争にトビウオっぽいやつがチラチラとしてたんで、そんなでかくはないですけど、なんかベイトはいますね。で、このエリアはですね、結構水深があるんですよね。なので朝一はまあトップでやっていきたいと思うんですけれども、日が昇ってきたらジグとかもやってみたいと思います。出た。あー、なんか少し潮が動き始めてきましたね。結構この右からの流れとこの左からの流れですね、これがぶつかって、今なんかこの正面ぐらいで潮が反転してる感じなんですよ。だからこの正面はちょっと怪しいんじゃないかなって思ってますけどね。お、出た。あ、サイズはそんな大きくないですけど、出ましたね。おーし、出た。あー、おーし、追ってる。よし、なんで。お、落ち、よっしゃ。抜き上げます。
よいしょ。よっしゃー、カドラーでヤズが連れてくれました。いやー嬉しいですね。でもこのサイズでも、よし、今度はですねタックルを変えてジグスペシャルに来てやっていきたいと思います。まあ、変えた理由はですね、結構さっきから何発も出てはいるんですけど、やっぱりサイズがそんなにでかくないんですよ。なのでやっぱりジグとかの方が食わせやすいんじゃないかなと思ってジグに変えてみました。お、早速なんかちょっとその辺に反応ありますね。意外と中層とかの方が食ってくるんかもしれないですね。ボトムまで取らないで。ジグは今ダーティンジグの約 5g ですね。あ、ほら食った。うわ、やっぱジグだと速いっすね。サイズは多分変わんないっすね。あ、やべ、やべ、平正っぽかったですね今の。でも全然なんか引かなかったですね。なんかかなり正面にいい流れが入ってきましたね。抜けそう。やりました、平松です。おー、ナイス。ダーティンジグ 125g です。早いな、流れが。今結構この右から左にかなり速い流れが入ってきてるんですけど、下げの流れですね。こういった激流のところで僕がよく気をつけてるのは、もう極力流れのアップ側に投げる。で、もうできるだけこう流されてるイメージでジグを引いてくることを意識してますね。もうそのままダウンに入れてしまうと、やっぱり魚からしてもやっぱり違和感があるので、もうこの流れに乗せて流しながらこう自然に食わせるようなイメージを持ってジグを射ってますね。まあプラグでもそうですけど、ジグでも一緒ですね。あと食ってるウェイトが多分小さいから吸い込みの力が弱いんですよ。今日もだって朝一あんだけ出てましたけど、針に触れたのあの釣れた1本のみですね。あとは全部針にすら触れてないですね。やっぱこういうキビナゴとかちっちゃいベイトを捕食してるときあるあるなんですけどね。え、何あれ、ほらめっちゃ追っかけてる。シーラ、シーラ、シーラ。あ、こっち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 も来た。シーラ来た来た来た。
よっしゃナイス。いける？どこにいます？左？こっち？ちょっと抜きます？一つ回します。よいしょ、よっしゃよっしゃよっしゃ、フル遠投した先だったからめっちゃきつかった。先ほどのヒットパターンはですね、結構今ガンガン流れが走ってるんですけれども、もうフル遠投した先ですね。で、結構流れが効いてるんで 100g 使ってるんですけど、ボトム取れないんですよ。だから、15から20カウントぐらいですね。だいたいそれぐらい沈めて、そっからワンピッチジャークでしゃくり上げた時にドンときましたね。でもやっぱりこんだけ流れが効いてればめちゃめちゃ引きますね。あのサイズでもめちゃくちゃ引くし、本当パワーもう倍ぐらい感じるんですよ、この流れの中でかけると。でもしっかりこのロッドパワーで受け止めれるんで、安心してファイトはできますね。今日一日この激流の中でしゃくってるんですけど、疲れにくいですね。疲れにくいイコールしゃくり続けることができるんで、ヒット率も上げることができるんですよ。なのでチャンスタイムを逃さない、そういった点にもつながるんで、ジグスペシャルは本当いいロッドですね。お疲れ様でした。ですね、朝まずめはトップだったり、日が昇ったらジグだったり、いろんなローテーションをしてですね、でこういったエリアは潮が速いので、流れが緩くなったタイミングだったり、もうその流れが動き出すタイミングですね、そういったところを狙ってどうにか魚を出すことができました。激流のエリアで魚をかけたら、やっぱりパワーもすごく乗るので、もうかなり低いんですよね。だから個人的にはめちゃくちゃ楽しみました。ありがとうございました。